国鉄キハ04型機動車。国鉄キハ04型機動車。国鉄キハ04型機動車は、かつて、日本国有鉄道、国鉄に在籍した、一般系機械式ディーゼル動車である。ここではその前身である、鉄道小キハ4万線型と同系のキハ05系、キハ06系、及び改造により派生した各形式を合わせて、解説する。 キサハレイ4型とキハ4万1000系の姉妹車両である鉄道省キハ4万型についてはそれぞれの項目を参照。本形式は1932年昭和7年に鉄道省が設計し1933年昭和8年に竣工したキハ3万6900系、キハ3万6900から3万6935を第一陣とする一連の十六。 メートル級機械式機動車シリーズを太平洋戦争後の機関乾燥によりディーゼル動車化し形式称号を変更したものである。設計全般は鉄道省によるものだがその構造、気候面での基本となったのはこれに先立って日本車両製造、日車本店が開発した日本初の18メートル級ガソリンカーである。 高和化鉄道 C4 型1931年製造などの私鉄向け大型機動車であり、その影響は4枚窓構成の前面窓、片コート薄板を多用して軽量化された車体、騎士枠構造の軸羽式台車、それに駆動メカニズムなどに顕著に現れている。これらは日本車両製造が1920年代末期から試行錯誤を繰り返した末に実用領域に、 到達したものであった。しかし、鉄道省36,900型には、日本車両式のシステムやノウハウ、あるいは設計がほとんどそのまま導入されているにも、かかわらず、鉄道省、国鉄側の設計担当者はこれについて、一切言及しいない。そればかりか、日本車両製造が、特許や実用新案を保有していた設計や機構について、 鉄道省がその使用料を支払った形跡は発見されていない。機動車の分野に限らず、鉄道省及び更新の日本国有鉄道の技術陣には、日本国内での圧倒的な採用手ユーザーという強い立場もあって一種の乾存民皮意識が強く、民間メーカーの独自開発技術をそのまま導入した場合でさえ、そのことに言及しないか。 共同開発という表現で実態を曖昧にする事例が少なくなかった。当時の設計担当者、北畠健成は、キハ36,900系開発から60年余りを経た裁判年にインタビューを受けたが、日本車両製造からの技術導入、沿用については全く言及せず、その全てを鉄道省で開発したかのように証言している。1936年、 昭和11年までに138両が新造された、キハ4万1000系、および試作ディーゼル機関搭載車である、キハ4万1500系、初代2両の、計140両は、木炭ガス発生炉を搭載して、大年車として運行を得た一部を除き、戦時中の燃料統制で一時使用を停止されて、いたが、戦後になって一部が、天然ガス動車化の上で復活した後、 燃料事情の好転を受けて1950年、昭和25年以降、機関を各種新型ディーゼルエンジンへ換装し、ディーゼル動車として再生された。その結果これらは、使用燃料や搭載機関の相違から、一般、キハ41200系、キハ41300系、キハ41400系、キハ41500系、2代目の4形式に、細分された。 窓配置 1D14D1D、客用扉、戸袋窓、数字、側窓数、車体長 15,500mm、車体幅 2,600mm、乗降用ステップを含む最大幅は 2,650mm、十五 3,535mm の、半高性軽量車体で、各部には、片甲が対応された。その傾向組立台枠は、 客車のような車単衝撃入力は考慮せず、垂直荷重のみを考慮した設計としており、また補強用の当て板の類を極力廃止、特に強度を要する台車枕両上部、機関吊り下げ部以外は溶接組み立てとした。結果、自長は鉄道省交渉地で約20トンと、設計当時の鉄道省正式車両では異例の軽量設計であった。 製造を担当した日本車両製造が発行したカタログでも時長20.09トンと記載されており、実測値に即した交渉値であったことが文化。側窓は木枠による二段上昇式で飛ぶ黒窓と客用扉にも横山があり、プラットフォームの高さが低い地方線区での使用を前提として客用扉は一段ステップ付きであった。 前面窓は先行した高和化鉄道機に4に倣って、こちらも二段上昇式の4枚窓構成で、運転席のレイアウトの都合もあり、窓幅は左右両脇が500ミリメートル、中央より2枚が580ミ、mm、リメートルと中央部がやや幅広とれている。屋根は木製骨の針で、軽量化のために雨どいが省略され、扉上部に水切りが取り付けられた。車内は、 トブクロブがロングシート、それ以外が対面式配置の背すりの低い固定式、クロスシートでロングシート部には釣り革が設けられていた。定員は109名である。塗装は竣工当時は武道色1号で配置、時期により赤帯の有無があった。この際、当時施行されていたラッカー塗料を用いたものには、正面にラの文字が記入されていた。 不動色1号の時期は短く、塗装規定変更により1935年、昭和10年以降、キハ42000系同様、上半期褐色2号、下半青3号の2色塗り分けに変更された。エンジンは、鉄道省が民間メーカーと共同で設計した、連続定格出力 100PS、1300RPM の GM 回13を搭載する。 この機関は当時校若鉄道などの施設が採用していたウォーケ車車、社製のビッグシックスコトロク r b 連続定格出力 105PS1300RPM などの輸入大型機関に代わるものとして、それらに非検し得るスペックで設計された国産品である。日本のエンジン技術が十分な水準と言えなかった、当時、あえて自国開発設計のエンジンを採用したのは、 国産化を重視した鉄道省の方針を反映したものといえる。構造面では、当時愛前後して、鉄道省も開発に関わった、バストラック用大型シャーシ、商工省標準形式自動車、後のイスズ TX 車の前進用に、石川島自動車が開発した6気筒ガリニエンジン、スミダ X 型との禁煙性が指摘されている。シリンダブロックが肉厚なこともあり、 出力の割には比較的重いエンジンである。これは当時のガソリンエンジンは一般に摩耗対策が進んでおらず、シリンダ内部の摩耗が早かったため、シリンダ摩耗後にこれを作成、ボーリング加工、新たなライナーを打ち込んで、さらに再作成する再生措置が常識化しており、最初からその削り白を考慮した作りにされていたのが一因である。 エンジン側面に装備されベルト駆動される空気、圧縮機は比較的小容量な2気等式の C-420 であった。キャブレターは大型のアップドラフト式を一気装備とする平凡堅実な手法で、初期にはアメリカの著名なキャブレターメーカーの一つ、ストロンバーグ製 UT-5 装備し、その後、1932年、 昭和7年に設立された新興の国内メーカーで、ある日本機械機が、ほぼコピーした同等品、時和に切り替えている。サイドバルブエンジン側面の低い位置にキャブレターを配置する構造のため、燃料は床下釣り下げの300リットルタンクからポンプなし、フィルターを介するのみの配管で、重力供給された。保機類の中で唯一、添加プラグのみは国産化できず、 輸入部品のボッシュ社製添加プラグが純正指定品となっていた。鉄道省は、電化に安定供給可能でかつ、国内産業育成に資する、国産品採用原則としていたため、あえて高価な輸入品を選択したことは、国産添加プラグの品質水準がいかに不十分で、あったかの裏返しと言える。十分な性能と品質の添加プラグを量産できなかったことは、当時の日本製。 ガソリンエンジン一般の最大のウィークポイントであった。その他の電装系補給類については点火コイルも含め、ボッシュの設計を模した芝浦製作所、東亜電機、1937年に、日立製作所にが、米、同社と塚工場となるの製品を装備していた。GM 界13は、当時の日本の工業水準が反映され、実用性では、ウォーケ車 6RB に大きく劣り、 特に低温時の指導性に問題があった。このため、輸入エンジンに危険する大型エンジンとして、鉄道省以外の外地鉄道路線や私鉄路線に導入された事例もあったものの、関連地では、カラフト町鉄道をはじめ、発注時に GM 界13を避けて、ウォーケ社 6RB を指定する事業者や、一時国産機関を、 採用したものの、すぐに輸入期間に戻す事業者が少なからず存在した。キハ41500系、初代として1934年、昭和9年、1935年、昭和10年に申請された2両、キハ41500.41501には、GM 界13に代わる6気筒 100PS 級、ディーゼルエンジンの試作機が搭載されている。これらは、 同じく試作ディーゼル機関を搭載した、キハ42500型と同様に、新潟鉄工省及び三菱重工が協作した試作機関であり、メーカー形式名は、それぞれ LH6X6100VD であった。変速機はキハ25000型に引き続き、変速3段直結1段4速 MT の鉄道省独自設計品である D211 が採用されている。 クラッチについても国産品が採用されたものの、その実は、ロング式と称する、私鉄向け機動車で実績のある、アメリカロング車製 34A 型円錐クラッチの、デッドコピー品である。1936年、昭和11年から1940年、昭和15年にかけ、梅子事故の規範41038.41105の2両を使用して、 液体変速機の試験が行われている。これは、神戸製鋼が、スウェーデンのユングストローム社からリス・ホルム・スミス式の DFR1.15 液体変速機のライセンスを得て製造した、新公式流体自動変速機こと DF1 と、大阪鉄道局の小宮山務議主が考案した、重連総括制御用の回路を搭載していた。この回路は、 各社の搭載機関の遠隔制御を電磁空気リンクで行うもので、1940年、昭和15年の試験時にはほぼ完成の域に達しており、関西本線、和歌山線、片町線、姫新線などで試運転を実施しているが、戦前の時点では量産化には至らなかった。1941年、昭和16年にはディーゼル化をする計画で、 神戸製鋼所に機関を発注したが実現しなかった。なお、この際の液体変速機が戦後 TC-2 として実用化されたものの、原型である。小宮山義氏は戦後、液体式機動車の量産が軌道に乗った後で、このシステム公案の功績により当時の国鉄工作局長より感謝状を受けている。木波に0 0系の設計を踏襲して、 向かい合う二組のベベルギアを小歯車とし、これらを軸方向にスライドさせて、いずれか一方を親歯車に噛み合わせることで、回転方向を逆転させる D207 かさ歯車集動式逆転機が採用された。逆転機の減速比は3.489である。これに対し、この逆転機を含む機関計画機器の増加方法は大幅に変更され、 日本車両製造本店が開発した方式が全面的に採用された。車体操覇の機関台枠上にエンジンクラッチ変速機を搭載した。動力はユニバーサルジョイントを備えたプロペラシャフトを介して台車操覇の逆転機に伝達されている。この逆転機搭載構造は日本車両製造の実用新案で回転トルクによる本体の転動を防止するために 同台車のトランサム、オー横オと2本の平行リンクで結合される逆転機で、車軸を駆動する完結活動時としては合理的なシステムである。逆転ギアそのものは、当時一般的な2組の向かい合った傘歯車を左右にスライドさせて、回転方向を変更するシステムで、最終減速弾の大歯車を含むギアボックスと一体化され、水平に近い2本のリンクで、 エンジンのトルクによる本体の転向を防ぐ構造であった。この日車開発の逆転起始時方法は完成度が高く戦後まで長らくこれを凌駕しうる代替手段は開発されなかった。他メーカーは日車が保有する実用新案の回避を目的として別方式を採用たが日本車両の方式よりも優れたものを作ることはできなかった。このため競合各社には 日車製逆転機を購入したり、優勝で同型品を製作した例もあった。しかし鉄道省がこれに関する使用権を料金を支払って取得した形跡は今のところ発見されておらず、車両発注数の調整、日本車両への車両発注を意図的に増やすで総裁した可能性がありますこの方式には、ユニバーサルジョイントに無理な負荷がかからず、逆転機部分、 ファイナルギアのギア比、最終原則比を変えることで、走行特性の変更が容易に行え、機関大枠部分の仕様を、走行特性の異なる、形式間で共通化可能、という製造、保守上の大きなメリットがあった。この仕様は、鉄道省でも本形式に引き続き設計された、キハ4万型で、高バイク及び貨車ャ引用に、ギア比を変更する必要が生じた際に有効に、 活用された。このため、キハ4万系の逆転機は本形式の D207 でなく、基本構造が同じだが、原則比4.057とした D206 に変更されている。こうして、正式機動車に採用され、川崎車両などの他の各車でも、同型車両が量産された結果、日車式の駆動系は、以後の日本の機械式、液体式機動車における標準的な、 駆動系レイアウトとなった。なお、この方式は、逆転機内の親歯車の軸の中心線と、小歯車の軸の中心線が直行するため、親、歯車側の軸をそのまま延長して、もう一組の逆転機に動力を伝達する、という手法を取ることができず、一台車に軸駆動を実現するには、チェーンあるいはサイドロットなどによる必要があった。しかも、 ギアボックス一体構造の重い逆転機が車軸に吊りかけられているため、電車の吊りかけ式ほどではないにせよ、台車のバネ下重量が大きくなるという問題もあった。このため、日本の起動車においてはキハ9 0九一系以降、変速機に逆転機を内装して、台車側には減速機のみ搭載する方式を採用。この方式の場合も、一台車に軸駆動を実現するには、 推進軸の干渉を避けるために、台車のボルスタをなくし、Z リンク式の仮想新皿を採用、ボルスタレス台車する必要があり、合わせて枕羽ネのダイレクトマウント方式によるダイアフラム型、空気羽ネ化が必須であったが一般化するまで、これらの問題回避、特に一台車二軸駆動の実用化には、様々な困難がつきまうこととなった。 台車は皮脂枠構造のペデスタル支持軸バネ式台車で RTR26 軸距 1800mm である。これは設計当時、日車本店が各地の私鉄向け機動車に供給していた標準型台車 BB75 などを基本して各部寸法を調整して再設計されたもので何より軽量であることを重視した構造の台車である。 日本車両等の原型台車に習って台車短張りはない。福音と車軸長を詰めるため車軸はこの時代の国鉄車両で多用されていた標準機対応可能な長軸を使わず、狂気専用の短い短軸、それも許容荷重の小さい7トン短軸を用いた。最初に機波36,900として製造されたグループでは廃車になった。 旧型貨車発生品の7トン単軸を検品の上軸受け部検索して再利用したという。なお、軸受けには当時の鉄道省の車両では珍しいスウェーデンの SKF 車製のローラーベアリングを使用していた。これは非力な機関出力を前提に極力走行抵抗を軽減することを目的として用されたものである。後には日本製鋼、東洋ベアリングなどが製造した。 ほぼ同等規格の国産品も採用された。電車や客車等でのローラーベアリング採用は戦後まで一般化しなかったが、機動車ではその例明期からローラーベアリングが多用されており、本形式の設計された時期には半ば当然の層となりつつあった。ブレーキは自動空気ブレーキと直通ブレーキを兼用する簡易な構造の GPS ブレーキと称するブレーキ弁が新たに設計され、搭載された。先行するキハニ36,450型では、GA ブレーキと呼称する A 動作弁による自動空気ブレーキが搭載されていたが、長大編成での運転を考慮しないため、機構的には制御弁が電車用の A ブレーキと比較して大幅に簡素化されていた。本形式も一両での運転が主体で、 連結運転についても、客車列車や電車のような長大編成はやはり想定外で、あ、ことから必要に応じ連結運転に対応する自動空気ブレーキと単行限定ながら応答性の良い直通ブレーキを切り替え可能で、なおかつ軽量な新型ブレーキ装置が設計されている。連結機についても一般的だが、重い波形自動連結機を採用せず、機能的におとり強度も、 不十分ではあるものの格段に軽量な日車設計の簡易式連結器を鉄道建設規定に適合するよう一部修正を施した上で採用した。鉄道省の起動車としては初めての試みである。もっともこの連結器は軽量だが強度が劣るため、改装時には連結器に負担がかからないように列車最後尾に連結する必要があった。戦時中に大容客車化された際に、 波形自動連結機へ交換する例があったほか、戦後は新開発の日本製工所製小型密着自動連結機へ交換された車両もあり、簡易式連結機のまま残ったものは多くない。一基派四万千系のうち、電然ガスの産地であった千葉、新潟地区に配置されていた。 キハ4万1二0 0 2 4 1 0 1 9から4万1021.410334万1034.410534万1五5 4 1 4 6 4 1 0 6で4万10 1077.410884万1127の合計12両をついて1948年昭和23年よりガソリンに変えて天然ガスを燃料とする天然ガス動車へ改造し 区分のため、基波4200系、基波4200から4211という、新形式となった。この天然ガス動車は、ガソリン使用時の約80%に出力低下したものの、指導不良やエンジン損傷などの問題は、木炭ガス発生装置など、他の代替燃料車に比べれば良好であった。しかし天然ガス動車は、ガスが燃料としては高価であったことや、 ガス充填の手間がかかること、ガス爆発のリスクなどの問題を抱えており、その後の期間老朽化とディーゼル機関の未か、燃料統制の解除によって役割を終えることになる。結局数年をおかずして、再度改造され、試作ディーゼル同車であった旧気波4万1500系、初代の2両お及び気波4万1500系の一部とともに、 DMH17 を2機と減らして、GM 回13とそのまま置き換えの落とした、DM 回13に期間を換装し、気範4万 1300K、規四4万1300から4万1335に解消された。燃料事情の好転を受け、1950年、昭和25年から1952年、昭和27年にかけて気範4万1系7 3両の、 機関を日の自動車製 DA55 に換装してディーゼル動車化する工事が実施された。この換装により誕生したのがキハ415002台形である。DA55 は1930年代末期から開発が進められ、戦時中に量産された陸軍統制型機関の工営の一つであり、当時すでにトレーラーバス T11 バイト型などに搭載されていた。 キハ4万1000系の車体重量に対しては、出力が低く、勾配線区での使用には適さないものの、すでに使用実績があり、故障も少なく実用的であった。1951年、昭和26年には、このキハ4万1500型と同仕様で、車体設計を多少修正した車両が50両、新造された。 番号は4万1600体と区分されたが形式は、キハ4万1500型で、外観上では、車体が全溶接構造で、リベットがなくなり、屋根に雨どいが追加された。キハ4万1500、2台形に搭載された DA-55 は良好な使用成績であったが、やはり出力が不足であった。そのため一部の車両は出力強化を図って年度、 昭和29年度に期間を DMK13 に返し、キハ41300型に編入されていた。DA55 の強化系である DA58 が開発されたのを定期に、出力強化は DA55 を DA58 に改造して行われることとなり、1955年度、昭和30年度より実施され、形式はキハ41400型に変更された。 エンジンの改造に合わせて、各部の更新修繕も行われることとなり、痛みの見られる、戦前製の車両から改造が行われ、1956年度、昭和31年度末までに戦前製のキハ41500型は、全てキハ4100型に改造された。1957年、昭和32年の形式称号改定で、 両数が増加した機動車の形式の整理が行われ、キハ4万1000グループについては、搭載機関の相違を根拠としてキハ04型、キハ05系、キハ06系の3式に区分、改版された。また塗装についても、1959年、昭和34年からは、ウィンドシルより上をクリーム4号に、腰板を朱色4号とした2色塗りに変更された。なお、使用線区によっては、 マクイタブの一部、または全てを朱色4号に塗られた車両もあった。これに先立ち、ディーゼルエンジン化の過程で41000.4200系機械式機動車各社では、トルク増大の影響から、起動時に駆動軸周りの車軸、車輪スポークの接損事故が多発したため、1952年には、早くも規範41500系63両の同軸を、 細く脆弱な部分のある在来型、図面番号 VC4394 タイプから、脆弱部の段差をテーパー状にして強化した、車軸、図面番号 VC4383 タイプ、交換している。もっともこの節損現象は、単なる強度不足ではなく、起動時に、車輪踏み面と機上面との間に粘着と滑りが、短い周期で繰り返されて、 同軸に発生した文字儀振動が、事例振動の形を取ることで、本来は相応に強度がある、同軸の亀裂、切損に至るという、単純ならざる原因で多発したものであった。これが解明されたのは1954年末からの、鉄道技術研究所による精密な解析の結果で、あるが、対策は速やかには進まず、1955年9月には、 相模線でキハ4万1314が、車軸接損による横転事故を聞こている。結局、4万1300点に414004万1500の各形式合計135両の動輪は、厚江日体車輪導入と、セットで太さを増した1954年設計の新車軸。 図面番号 VC4446 タイプに1955から1956年に交換され、追ってエンジンを制御するガバナを改良型のニューマチックガバナとすることで、ようやく事例振動発生、接損の抑制に至っている。なお、4万1000系機動車に機嫌を持つ機動車は、その簡易な構造上、本来は国間地に向く車両ではなかったが、 1951年のディーゼル化改造開始以降は、室蘭本線、日高本線を皮切りに、北海道の線への転用も増え、多くは、スノープラウ装着や、液体式機動車同様に、軽油燃焼式暖房機、三国、ベバスト式、または五公式を搭載するなど、各種の寒冷地対策を施されて、名寄本線のような国間地域の路線にまで運用された。 1954年以降と同する4万線、系列が増加。1957年4月時点の起動車、配置表によれば、道内には、道北、道東を、おもとして、9、4万線系の系統に属する、起動車が36両も配置されていた。これらは1958年から1960年代前期に、かけ、 本格的な国間地用の両運転台液体式機動車である、キハ22系の大量増備で置き換えられるで、体幹性能の不備や、総括制御ができない、機械式の制約を押して運用が続けられた。DMK13 搭載のキハ41300型を、改版したグループ、以下のように、万代区分されている。d a 搭載のキハ型を、 会版したグループ。また、1957年度、昭和32年度2期ハレイロック型から追加改造された車両もあり、既存車の続版となった。追加改造車は、車両番号が偶然にも50番から、不版されているため、便宜上50番台と呼ばれることもある。なおきハレイロック型からの改造車は、後に、すべて機に0 5型に改造された。 北海道配属車の一部が、1962年5月から1963年9月までの短期間ながら、専門本線、市別線直通の準急、ラウスに運用された事例があり、国鉄機械式機動車としては、唯一の有料誘導列車用のケースである。DA55 搭載のキハ41500系、この時点では、 戦後製のキハ4万1600体の未在籍を改版したグループ。1960年、昭和35年にキハ零5系の50から58、いわゆる50番台車から改造された荷物ディーゼル動車。荷重6トンで荷物の積み下ろしのため、片側に箇所2800ミ、mm、リメートルの両開き扉を新設し、床下補強等を実施した。全四国で運用されたが、 1966年、昭和41年に廃車された。1961年、昭和36年2期破零四型から1両のみ、改造された、機動制御郵便荷物車、合わせ作り車。両毛線で、液体式機動車と連結して使用されたが、1965年、昭和40年に廃車された。戦後間もなく一部が、地方施設に譲渡された。 さらに、昭和30年代以降、老朽化や大型機動車導入による余剰により、廃車あるいは私鉄への譲渡がなされ、少しずつ数を減らしていったが、三河島事故を受けて整備が急がれた ATS 車上市搭載工事の対象外とされたため、国鉄線上に ATS が完備された1966年、昭和41年をもって営業運転を終わりした。なお、 向こう町運転所に配置されていた、キハ0643は、向こう町運転所の職員輸送用車として、廃車を免れ、例外的に ATS も装備されて、最寄り駅と運転所間を往復していたが、1969年、昭和44年に廃車された。キハ4万1000グループは、16メートル級の車体が、地方施設には、手頃な大きさだったことや、 戦時中の旧車が復活せずに廃車された際の譲渡例は多く、中には複数の鉄道会社を渡り歩いた車両もありま,したまた、譲渡後に液体式への改造、機関の交換を行ったものも多かった。なお、キハ06系の譲渡者はなかった。鉄道省の標準型機動車として量産されたキハ4万1000型には、鉄道省自身の手になるキハ4万系のほか、 下記の各社にその設計を流用して製造された姉妹車と呼ぶべき車両が存在した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。